コジモ・アレサンドロ・コリーニ・コリーニが学術誌に発表した浴流化石の図版コジモ・アレサンドロ・コリーニはイタリア生まれでドイツで働いた博物学者である。ボルテールがフリードリヒ大王の招きでベルリンに滞在していた時代に秘書を務めた。浴流の化石を最初に記録に残した人物としても知られる。フィレンツェの貴族の家の出身である。法律を学んだ後スイスを経て ベルリンに移り、フリードリヒ大王の招きで、ベルリンに滞在していた、ボルテールの秘書となった。1753年にボルテールとフリードリヒ、大王が不和になり、ボルテールがベルリンを去ると、コリーにはフランクフルトへ逃れた。ボルテールの命で、後に愛人となったデニ夫人と仲が悪く、1755年に秘書役を解雇され、ワグニエールが秘書を継いだ。 後にボルテールとコリーニの関係は修復され、1753年のボルテールの著書、アナールデールエンパイアのために、コリーニが集めた資料をもとに、コリーニがディスクールシュールリストワールディールマグナを出版した、時、ボルテールは手紙で謝意を伝えた。ボルテールと過ごした時代の解雇は、コリーニの没後、モンセジアをプレイでボルテアとして出版された。1760年に、 プファルツ選定校、カールテオドールに、自重、資料編集の仕事に招かれた。1763年に設立された、プファルツ選定校領科学アカデミーの会員に選ばれ、アカデミーの機関誌、アクタ・アッカダミティードロ・パラタニーに、多くの記事を執筆した。博物収蔵庫の館長を務め、1784年に、抑留に関する最初の調実を行った。 この化石標本は17年後にジョルジュ・キュビエが空を飛ぶ、爬虫類などした。1802年にこの標本はミュンヘンの古生物博物館に収められた。カールテオドール剪定校が1777年にバイエルン剪定校を継承し、ミュンヘンに移ったことや、その後のプファルツの混乱で学者としての活動から遠ざかった。1799年に、 革命の混乱から、博物収蔵庫を守ったが、4年後収蔵品は、ミュンヘンに移された。1803年に、クルプフェルツシェ学芸アカデミーもバイエルン、科学アカデミーに吸収された。アクタ・アッカダミティードロ・パラタニーの記事、ありがとうございます。